ファンタジーラジオ。はい、どうもマノッチです。よろしくお願いします。はい、ですね、今回はね、お便りが来たんでね、早速読んでいきたいと思います。東京都にお住まいのラジオネーム五郎さんからのお便りです。マノッチさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。この秋のマノッチさんのおすすめのドラマはありますか？今までのマノッチさんの好きなドラマをランキングで教えてください。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、この秋おすすめのドラマ、ですね、これをね今録音してるのがですね、10月13日日曜日、昼の11時頃なんですけども、まあ今段階まあ見たもので言えば黒コーチ金曜日のドラマ、これはね面白かったです。すっごい面白かった。うん。でこれはおすすめですね。当たり引いたかなって思ってます。うん。ね、見てないもので言えば、今日、まあ、今日つってもこの動画いつアップされるかわかんないけど、日曜日のキムタク主演ドラマ、安藤ロイド。うん、これはね、見たいなって思ってます。うん、内容はね、ちょっと危険な香りがするんだけど、まあ、キムタクが好きっていうのがあって、はい。どうしたグー？グーはなんかあるか？おすすめドラマ。はい、グーはキャッツアイが見たいらしいです。はい、猫だからね。うん。でどこまで話したっけ。はい、まあそんな感じです。うん。でね、今までの好きなドラマランキング、うん、あのね、そもそも俺そんなにドラマってものを見てこなかったんですよ。うん。24、5ぐらい、5歳ぐらいからちょっとドラマっていうものを見始めたぐらいで、もちろんその前もね見たりはしてたんだけど、今みたいにそのあ今シーズンのドラマは何々だとかそういうチェックとか一切してなかったんですよ。今はしてるけどね。うん。だからまあ結構最近のものにはなってしまうんですけども、まずベスト5で、はい、いきたいと思います。第5位、はい、デタラメヒーロー。はい、最近やってたやつはね、木曜夜のプラチナイトの枠で、今何やってんのかな、今白馬の王子様、うん、でその前が町医者ジャンボで、その前のドラマですね、デタラメヒーロー、佐藤隆太さん主演。これはね面白かったです。はい、次4位、ライアーゲーム。うん、これはね第1期、うん、ですね、これ面白かったです。ちなみに松田翔太さん主演なんですけど、僕は松田翔太さんがすっごい最初は苦手でした。うん、あのね、ちょっと顔が生理的に受け付けないなって思ってたんだけど、うん、あのね、かっこいいんだよ。すっごいね、役にハマっててかっこよくて、で、まあ、癖のある顔じゃない、松田翔太さんっていうのはさ。けど、その癖っていうのは武器だよね、俳優としてね。うん。だから、すごい、はい、好きです。あ、それこそあれだよ、今回の秋のあの、月9？うん。松田翔太さん主演でしょ？だからそれも見ようかなとは思ってます。はい。3位、特命係長ただの人志。面白かったね、ただの人志ね。うん、すっごいね、ベッドの上で激しいんだよね。あと喧嘩強いしね。これは面白かったです。ただの人志かっこよかった。うん。どうした。はい、2位、渡る世間は鬼ばかり。いやー、これはね面白い。ちなみに俺、えなりと、あ、ごめん、えなりじゃなくて、あのね、しんとね、同じ誕生日なんですよ。あ、同じ誕生日じゃねえや。同い年。いやー、面白い。渡る世間。親父バンドとかすっごいかっこいいしね。もうね、今はね、こう、スペシャル枠でやるしかなくなっちゃってる感じだけど、もうね、なんだろうね、あの、スガコの考える世界。よく、まあ、ここまで、こう、鬼ばかりな。ね、世界観を描くなっていう感じですよ。スガコすごいなって思います。うん。だからね、まあ別にね、そういうなんかこう一悶着二悶着なくてもいいから、普段のね生活風景だけを流してどうしようね。あの行楽の働いてる映像とかでもいいし、うん、流してほしいよね。うん。で次第1位、人に優しく。うん、これちょっと古いね、他と比べると。これは、あれです。スマップ、香取慎吾さん主演です。
あと極楽とんぼ加藤浩次、あとソフィア松岡充、あと女優で言えば、星野真里とか小西真奈美とかですね。うん、あとまあ子役で、菅健太、うん、くんが、はい、出てました。うん、菅健太くんはね、当時本当にまだ小さかったね。今もだいぶねでかくなってるけど、うん、昼ドラとかも出てるよね、菅健太くんね。うん、で菅健太くんがそのドラマの中でね、役柄でちょっと恋をした小学校1年生の女の子いたんですよ、リカちゃんという役の子が。ちなみにそのリカちゃんは、うん、今頑張ってる女優さんの大御鈴鹿さんです。うん、出てたんですよ彼女も。うん、人に優しくね、面白いです。俺はすっごい好きで、うん、基本的にね、まあ何かテレビを見て感動して泣くとか、映画とかもそうだけど、感動して泣くってことは基本的にはない人間なんですよ僕は。それでも人に優しくの最終回は泣いた、すっごい感動した。うん、そんな感じ。人に優しくはね、すっごい好きだね。うん、俺おそらくセリフほとんど言える、そんぐらい見てる。うん、めっちゃ好き。はい、それじゃあ終わります。はい、グーも挨拶できました。それじゃあ上がったよグー。はい、それじゃあ終わります。あ、はい、わかどうした。はい、それじゃあ終わります。バイバイ。